こんにちは、サマナーズドールのみのゆうです。え、新キャラ、わー、海賊やだー。みんなお祈りしてください。いきます。光バージョン、ミスティックウィッチ。今日は巨人のダンジョンをクリアしていこうと思います、はい、巨人のダンジョンはですね、ちょっとフレンドさんのお力をお借りして3回ぐらいトライしてやっと10回をクリアできたので、とりあえずいつも行ってる9回から行きたいと思います。でルーンなんですけど、結構8回以降からの方が星5以上のルーンが出るような気がするので、皆さん頑張ってください。じゃあ9回に行きます。いつものメンバーはこんな感じになってまして、まあ、ベルデのリーダースケールで速度アップ、ファーのこれですね、この通常攻撃で攻撃速度の減少をさせるのと、まあ相手は巨人火なので、まあ水も入れようということでメイカン攻撃力防御アップしてくれますしね。で、いつも回復と攻撃は防御下げる役と、今回はフレンドは回復がちょっと心配なので、たまちゃんのこの子、主人公ですね、連れて行きたいと思います。レッツゴー。まず防御崩します。私のベラデちゃんは敵中率 98%、 99% なので、だいたい防御を崩せます。で、端っこのこの2人ですね、この何ですかね、クリスタルみたいな子たちが攻撃力高いので端から行きます。で、メーガンで攻撃防御を上げまして、今度攻撃していきますね。まあこんぐらいになっちゃえばクリスタルの方は地ダメで勝手に死ぬので、ちょっと放置してゴーレムの方に行きます。はい、で次も同じような感じで行きます。ちょっとオートにしますね。オートでも選択、倒したい相手の選択ができるので、端っこから倒していきます。9回は地ダメがつくので、ちょっと回復いないと心配ですね。攻撃、あ、相手の敵が地ダメつけてくるので、このゴーレムさんが。で、次は真ん中が、死んじゃえば次のステージ行けるので、真ん中にから倒していきます。地ダメがね、本当に地味に、うざくてですね、死ぬ間に体力が失ってて、回復するの忘れちゃうと本当に死んじゃうので、生き返りをのスキル持ってる人を連れてってないので、人死んじゃうともう生き返れないんで、ちょっと怖いです。ラスボスです。まず防御を崩して、アークはこのまま攻撃しまして、あ、本当は一番いいのはここで、あのメガの第3スキル使いたかったんで、手動だったら取っておいた方がいいです。でもこの第2スキルも一回やると、この吸血マークで向こうが自分にデバフつけれなくなるので、これでもうなんか攻撃力がアップしたりとか防御が増したりという心配は一旦の間だけなくなります。で、その間にこっち側の速度も上げて、パーで向こう側の速度を下げてっていう攻撃を永遠としていくと9回は倒せます。
方から大手で行きます感じですね。このメーガンのやっぱりデバフをつけれなくするっていうのは結構重要で、でもそれ一旦だけなんで、そのためにこっちの攻撃速度を上げて相手の攻撃速度をダウンさせる。で6回攻撃したら向こうから攻撃を受けちゃうんですけど、それプラスこのこれですね、巨人の攻撃速度、上の水色のラインが満タンになっちゃうと、攻撃ゲージが満タンになっちゃうと普通の攻撃もされちゃうので、6回以外にもそれがちょっと結構強力なので、ちょっとそれは避けたいので速度メインで私は9回行っています。速度と強力の回復やって感じですね。まあこれはもう死んでるんですけど、母ちゃんが働きすぎて2段目の効果なんですけど、クリアできました。もうここでよくルーン集めしてますね。今もヒーローの星5とか出たので、さあ次は10回です。私主体としてるモンスターがベルデとファーちゃんなんで、ちょっと火なんですよ。火水に弱いので心配っていうのもありまして、どうしましょう。でもベルデはクリ率がな、まだ 100% じゃないので、水の相手だと結構クリティカル入んなかったりするんですよ。なんでどうしようかな。やっぱここはフレンドさんを連れていくんですが、風がいいじゃないですか、水に強いんで。なんでいけるかな、ルシェンちゃんで。迷いどころなんですけど、でちょっと速度不足もあるので、グリフォンを入れたいんですよ。前にクリアした時風グリフォン入れてた気がするんですけど、誰を抜いたのかが分かんなくて、どうしようかな風でベルデを抜かしてグリフォンでいってみますか。はい、ではいきます。最初にバナードでみんなの速度をアップします。で横から攻撃していきます。でメーガンで攻防、自分たちの攻防をアップさせて端から攻撃って感じですね。ルシェンのこの第三スケアものすごいですね、一発で。でバナードは、ま、攻撃力も弱くさせれるのでこれは使います。なので的中率をちょっと3番ぐらいに入れといた方がいいですね。で、あ、間違えた。横から倒していきます。やっぱ全体攻撃持ってる人はいいですね。あんまし私持ってないんですよね。で横から倒していきまして、で次ちょっと大きい小ボス中ボスみたいな感じになるので、スケールはいろいろ取っておきたいので、そこら辺も考えて、まだ倒せないので今のうちは使ってもいいと思うんですけど、最後の1体とかになった時にはスケールを残しておいた方が良いです。でここで全部の貯めてたスキルをまた使う感じです。速度を上げて防御を下げて、下がんなかったですけど、で自分の攻防を上げて、これも速度ダウンで、もう防御下がってないんでまずは通常攻撃にしといて、やっぱ防御下げてる時に攻撃した方が良いので。速度上げます。
工業を崩します、こばげます。でこの速度減少で相手に速あの攻撃させないようにします。で防御無視のダメージを結構与えてくれてます。でこのバナナちゃんの第二スキル、ここでは攻撃力を弱らせてほしいです。防御してくれなかった。でさっきの9回と一緒ですね。回復しておきます。みんな防御下がってるので、ここで攻撃力入るか、入らないね。はぁ、ワンちゃんが死んじゃった、やばいです。今は攻撃誰が死んじゃうんだろう。恐ろしい。いやーちょっとやばいですね。でそう、さっきのメガンの一ターンも外れちゃったんで攻撃力がアップされてます、3ターンの間。なのでもう一回いきます。これはデバフも消せるので、はい、消せなかったですね。消せる、ほぼほぼ消せます。でもなんか消せなくてこの吸血マークだけがついちゃう時もたまにあるんですよ。回復速度上げ、いけるか。あー、ルシエンが死んだらもう私は。で、あれですね、ベラデーでの第2スケール解除できるので攻撃力アップされてるやつは解除します。でそのまま攻撃して、あとちょっと、あ、いったんじゃない、イエーイ、クリアしました。いや本当になんか汗逃げる戦いでした。こんな感じでフレンドさんのおかげでクリア、未知の召喚書クリアできてるんですが、ちょっと自メンバーでもいけてクリアできて、なおかつ安定できるようなメンバーになって、メンバーを揃えられるようにもっと育成していきたいと思います。はい、では今回は巨人ダンジョンの回でした。ありがとうございます。また次も見てください。バイバーイ。